平野の仕様、ビートンの渋いデニムコーデに、素敵すぎよ、かっこかわいい、フォロワー絶叫、やばばばばば。日本のエンターテインメント界で輝き続ける平野仕様さんが、ルイ・ビートンの渋いデニムコーデでフォロワーたちを驚かせました。 彼は元キング・ミスのメンバーであり、滝沢秀明さんが代表を務める、とべ、27月7日に合流することを発表し、その一環としてインスタグラムで新たなファッションスタイルを披露しました。その投稿に対するファンの熱狂的な反応は驚くべきものでした。今回の記事では、平野志陽さんの魅力的なファッションコーディネートについて、 彼のファンとの交流を探り、その背後にある物語を掘り下げていきます。平野紫耀さんのファッションの魅力。平野紫耀さんは、その洗練されたファッションセンスで知られており、ファッション界でも一目置かれる存在です。今回の投稿では、茶色のパーカにデニムのジャケット、ハーフパンツ、そしてルイ・ヴィトンのショルダーバッグを組み合わせたカジュアルなコーディネートを披露しました。 そのシンプルでありながら、洗練されたスタイリングは多くのファンから称賛されました。このファッションコーディネートの特筆すべきポイントは、ルイ・ヴィトンのアイテムを巧みに取り入れたことです。ルイ・ヴィトンはフランスを代表する高級ファッションブランドであり、そのアイテムは世界中で高い評価を受けています。平野紫洋さんがルイ・ヴィトンのショルダーバッグを肩にかけ、 そのブランドのデニムを着こなす姿は彼のファッションセンスの高さを証明するものでした。ファンからの熱狂的な反応。平野志陽さんのインスタグラム投稿に対するファンからの反応は非常に熱狂的でした。コメント欄には数万ものコメントが寄せられ、その多くが賞賛や興奮の言葉で溢れていました。以下は一部のコメントの抜粋です。 紫輝くん素敵すぎ、よかっこいいけどかわいい。何よりルイビドン、ヤババババ、かっこよすぎる。紫輝くん、コメントしてよ。簡単ふ。いろいろと妄想が膨らんじゃう、詳細教えて。これはお仕事なの雑誌でも、アンバサダーでも何でもいいんや。幸せだよ。 これらのコメントからは、平野志洋さんのファッションに対するファンの熱いサポートと共感が伝わってきます。彼のスタイリングが多くの人々にインスパイアを与え、彼の魅力が広く認識されていることが伺えます。平野志洋さんのファッションとキャリア。 平野潮さんは音楽グループキング・アンドプスのメンバーとしてデビューし、その圧倒的な歌唱力とパフォーマンスで多くのファンを魅了しました。しかし、彼は単なる歌手や俳優だけでなく、ファッションアイコンとしても注目されています。彼のファッションセンスは、数々のファッション雑誌やブランドとのコラボレーションによっても証明されています。 彼が着るものは常に注目の敵であり、そのスタイリングは多くの人々に影響を与えています。特に、ルイ・ヴィトンのアンバサダーとしての彼の活動は、高級ブランドとの緊密な関係を示しています。ファッションにおいても音楽や演技と同様に高い才能を持つ平野志耀さんは、幅広い分野で成功を収めています。 彼のファッションはその個性を表現し、ファンとのつながりを深める重要な要素となっています。結論。平野志耀さんの最新のインスタグラム投稿に対するファンからの熱狂的な反応は、彼のファッションセンスと人気がいかに高いかを示すものでした。彼のファッションは多くの人々に影響を与え、 彼自身がファッション界でも注目の存在であることを証明しています。彼の今後の活動にも期待が高まります。ルイ・ヴィトンとのコラボレーションや新たなファッションプロジェクトにおいて彼のファッションセンスがどのように発展していくのかファンたちは楽しみにしていることでしょう。平野志洋さんの魅力的なファッションは 今後も多くの人々にインスパイアを与え続けることでしょう。